こんにちは、宮沢優衣です。今日はですね、10月に学級崩壊した小学5年生担任のお話、実話でございます。こんなテーマでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。2学期が始まって一生懸命学級経理学習指導に、ね、頑張っておられる先生方だと思いますけれども、残念ながらこの2学期っていうのは学級が荒れたり崩壊することが結構出てきたりするんですよね。でそういうものを少しでも食い止めたいということで、今日はどういうふうにして学級っていうのは荒れちゃったり崩壊しちゃったりするのかなっていうものを、実話をちょっと検証していきたいと思います。実際に崩壊してしまったクラスの子どもたちが、その翌年にあの1年は何だったのかっていうものを振り返って書いた文章があるんですね。あの時僕は、あの時私はっていうものを書いた子どもたちの、短い文章があるんです。それも今日ちょっとね紹介していきたいと思いますし、実際に保護者から見たり聞いたりしたようなお話を紹介していきたいと思います。なんで僕がそんなことを知っているのかっていうことなんですけれども、でクラスはそのまま持ち上がりました。そこに僕が小学6年生担任させていただいたという経験があるんですね。ちょっと傷つくような子どもとか保護者を増やしたくないので、個人情報とか伏せてねやっていきたいと思います。この動画が2学期の日本全国の多くの学校の先生の学級経営にお役立ていただけることを信じてですね、この動画を撮影していきたいと思います。よければ最後までご視聴ください。よろしくお願いします。宮沢優衣教育研究所。今回の話はたびたび過去の YouTube の動画でも2、3回お話しした記憶があるんですけれどもね、何せ1500本ほど動画を撮影しておりますので、そのうちの2、3本だったらほとんどの人が見てないだろうということで、もう一回簡単に、ね、おさらいさせていただきたいと思います。今回のお話はですね、この11月に音楽会があって、その時に曲を決めようとした、その曲を担任の先生が勝手に変えちゃったんですって、それによって学級が荒れていったっていう、ケースですね。詳しくお話をすると、子どもたちに聞いた、僕は知らないですよ、知らないんですけれども、その小学5年生の時の様子を子どもたちに聞いたところ、11月の音楽会に向けて曲を選んだんですって。で候補は全部で3つ曲がありましたと。でその3つは担任の先生が持ってきてくれました。で子どもたちで多数決で A という曲に決めましたと。で決めて実際に決まって練習も開始しましたと。ところが後からですね、先生がやっぱり A という曲はダメです、 B か C で決め直しましょうというふうに言い始めた。あ、そうですね。で結果的に B という曲に決まり、それで練習をし直し、本番も B という曲で音楽会合奏ですね、合奏を行っていったらしいです。これに子どもたちが納得いかなかったと。なんでだと。 A という曲に決まったじゃないか、そもそも A という選択肢を持ってきたのは担任の先生であるあなたじゃないか、なんでそんなことをするんだっていうような不満をすごく強く抱いていた。あれをきっかけに学級がぐちゃぐちゃぐちゃとしていってしまいましたっていうことを小学6年生の子どもたちが教えてくれました。これは僕がたびたびお伝えしている学級経営の原則の一つである、後出しじゃんけんをすることはやめましょうと。一度言ったこと、一度決めたことを途中で担任の先生が独断で変更することはですね、子どもたちとの関係を一気に崩していくきっかけとなりうるので、これは気をつけましょうということをね、たびたびお伝えしているんですけれども、まさにその後出しじゃんけんの典型だったんじゃないのかなっていうふうには思います。で結局その10月学級が荒れ始めていってしまった後はですね、アホとか死ねとかボケとか、近づくな、こっち来んな、先生が授業中に機関指導なんかしようもんなら机をさっと引いてですね、先生こっちも来ないでっていうものを、態度で示すような、そんな状況もあったりして、で先生が歩いてる時に、テープで紙に死ねって書いてテープ貼って、それを先生の背中に貼って、先生は気づかないまま教室の中を歩いていて、で学級の子どもたちでクスクス笑いながら授業が行われているっていう、もうちょっと通常の授業の良さも考えられませんよね。で先生が何か注意しようもんなら中指立てて、お前出てけっていうことをバーンと言って、先生がうっと来てしまって、泣いてしまったのかな。で子どもたち、先生が教室から出て行ってしまう、子どもたちはやった、自習だって大喜びしていたっていうね、そういう状況もあったみたいですね。まず実際にですね、僕が保護者から聞いた言葉を少し紹介していきたいと思います。複数名いました。先
めて自分の子供だけはですね、学級崩壊等に加担するのではなく、授業中はきちんと授業をしなさい、あなたはちゃんとやりなさいよっていうものをすごく子供に言い聞かせていたみたいですね。ところがやっぱり授業参観とかあるじゃないですか、子供が自分の子供の様子を見るとだらーっとしてたりですね、おしゃべりをしてたりっていう日頃の様子がもうベロンと出ちゃって、そういう姿を垣間見て我が子にもすごくがっかりしていたっていう保護者の声をすごく感じましたね。だから保護者としたら何とかしたい、我が子にも家では言ってるけれども、ひとたび学校に行って教室のその雰囲気に飲まれてしまうと我が子の目もガラッと変わってしまう、目の色が変わってしまうっていうようなことを言っていましたね。非常にそれが印象的でした。また僕がすごくよく覚えているのがですね、保護者が子どもの様子を教えてくれました。学級開き、学級を開いた4月ですね、4月学級通い始めて2日か3日ぐらい経って我が子が家に帰ってきて、だから4月の10日ぐらいでしょうかね、家に帰ってきてポロッと言ったそうです。ね、お母さん今年のクラスダメだっていうふうに先生言ってたんですよ、今思い出しましたけれども、っていうのを僕聞いた覚えがありますね。何があったのか分かりません、詳細は分かりません、詳細の説明はなかったんですけれども、もしかしたらその学級の荒れ崩壊とは言わないけれども、ちょっと騒然とした雰囲気がもしかしたらその4月の最初の時点からあったのかな、ちょっとごめんなさい、ここは分かりませんし、安易にね勝手な妄想、僕の妄想を言うわけにはいかないんですけれども、子どもも4月の序盤の段階で少し残念な思いをするような学級開きがあったっていうようなことを保護者から実際にね聞いたっていうことがあったりしました。で、続いて子どもの声なんですけれども、僕が、その小学5年生で授業ができないような状況になってしまった学級をピンチヒッターで小学6年生担任させていただきました。で、僕はですね、ちょっとまあ多くは触れませんけれども、あんまりこの去年どうだったこうだったっていう話はしません。もう子どもたちね、傷ついてるんですよ。何が傷ついてるだと、崩壊学級して好き放題やってる子どもたちだろう、そんなビシバシやらんかいっていう人も中にはいるかもしれませんけれども、実はそうじゃなくてですね、崩壊してしまったっていうところで大きく学級全体としての自尊心っていうものが傷ついてるんですね、崩壊学級っていうものは。なのでそこを傷をえぐったりですね、あるいはあえてそこで向き合う期間っていうのはね、その4月5月ってやっぱ難しいんですね。学級をきちんと回復していって、授業ができるようになっていって、学校行事とかでも成功を重ねていって、失われた自信、プライドっていうものをもう一回作り直していった後に、ところでさ、あの時どうだったんだろうねって初めてそこで言うタイミングが年明けて来るか来ないかっていうところだと思うんですよ。これは楽器を立て直していく時の、まあ、僕の中のセオリーでもあるんですけれどもね。で、その時に3月本当にこの子どもたちが卒業間際、今でも覚えてますね、3月中旬ぐらいでした、道徳の授業で1コマ取りました。あの時の自分っていうのはどういう姿だったんだろうね、そしてあの時の姿から学び、これから生きていく、これから中学校へ生きていく上で自分たちはどういうふうにしていくといいんだろうねっていうような発問をもとに、一人一人コメントを書いてもらいました。そのコメントがたくさんここにあるっていうことです。ちょっといろいろ紹介していきたいと思います。まあ、子どもの書いた文章なのであんまりこう上手に表現できてないところもありますが、ちょっととりあえず読んでいきたいと思います。ある男の子です。先生は、当時の先生です。先生は悪いことしたのに謝らないし、歌のことも、取り下げて、でも自分も喧嘩をしたのに友達に謝らなくて、先生に謝ったらとか言われてもうっせえとしか言いませんでした。あとは自分が謝ったら自分たちだけが悪くなりそうなので嫌ですっていうようなことを書いていました。非常にこうなんとか反発の目が1年経った今でもまだ残っているような感じですね。積極的にその先生に対して反発していたこの文章だと思いますね。続いて、僕は、これもある男の子です。この子も積極的に反発をしていた子です。僕は5年1組で給食を食べなかった時がありました。それに鈴木先生に謝りたいです。だから中学に行っても学級崩壊はもう二度と起こしたくありません。もうあの日のことを忘れたいです
先ほどとは打って変わって、未だにこうネガティブな感情に支配されていたさっきの子供とは変わってですね、もうしたくないんだと、謝りたいんだと、であの日のことをできればもう忘れたいんだっていうようなね思いがあったりするようですね。で続いて、もう2人紹介して終わりたいと思います。この2人は割と楽器を中心になって頑張って支えているような子どもたちだったみたいです。5年1組にいた時、息ができなくなるほど嫌だった。楽器を崩壊しているクラスと何も行動できない自分に、学級委員で立ち上がろうとしたのは良かったかもしれない、しかし先生が助けられなくて自分が嫌だった。配り物は主に私と A さんと B さんで配っていた。配り物をしすぎて、配り物イコール私の仕事と思い込んでしまった自分に今は怖く思っている。また2時間目に家庭科や音楽があった日は大変だった。早く遊びに行きたいからって教室へ戻る数人に荷物をすべて預けてさっさと遊びに行ってしまった人がいたこと、断れなかった私を含む数人は仕方なく荷物を置きに行った。鍵盤ハーモニカを一人で12個ぐらい持ったり、すべての重さを測れば3から5キロほどするかもしれないほどの教科書やファイルを一人で抱えたり、25個ほどの筆箱を積んで一人で持ったり、とにかく大変だった。先生と共生できないクラスが嫌だった。そしてもしかしたら早く卒業したいと今では全く逆のことを思っていた。このことをもう一度起こさないようにするには相手の考えを受け入れないといけない。今回みたいな暴力ではなく、よく話し合って受け入れたり反論したりして、みんなでどうしたらいいのか決めないといけないと思う。過去は変えられないが未来は変えられる。このことを忘れずに生きていく、っていうことがあったみたいですね。配り物係っていうものがあったわけではないんだけれども、まあ、みんなのものを私が持っていくもんだよねっていう、そういうようなもうマインドにすり込まれてなっていて、配り物は私のお仕事ですっていうようになってしまったことを今では怖く恐ろしく思うっていうふうに書いてるみたいですね。もう一人最後終わりです。僕は先生に謝ってほしいです。なぜかというと、僕は先生以上にクラスのみんなに注意しました。なのに先生は遊んでる人に怒らず僕に怒ってきたのです。もっとちゃんとまとめなさいと。本当なら先生がまとめるはずなのに。僕は今も先生は嫌いですし、前も嫌いでした。うるさい人を注意したのに、僕が怒られるなら注意するのが損だと思ってしまいました。先生には5年生の6月頃の勇気と元気にあふれた僕を返してほしいと思っています。それか5年生の僕に謝ってほしいです。そしてこれから先生が担任になった時、その人たちを正しい方向に導いてほしいです。こんなメッセージもあります。なんか分かりますね。やってしまいがちですよね、クラスのリーダーなんかを決めるときに、もっとしっかりまとめなさい、声かけなさいっていうように担任としてはね、ちょっと言ってしまいがちなこともあったりするんですよね。でも子供からしたらそうではなくって、いやそれはあなたの仕事でしょっていうことを実はシビアにね理解し、そして反発の気持ちを実は持っていたんだ、過去の僕に謝ってほしいんだと、過去の僕を返してほしいんだっていうようなコメントがありましたね。ただ勘違いしてほしくないのは、そうですね、崩壊学級の中の様子とか子どもたちの本心っていうものを全くわからない、想像しようとしない人間がですね、大人に対して謝りたくないとか腹が立つとかそんなことを言うなんて、何様だ、どんな教育してんだその子どもらに、ちゃんと大人に対して敬うような文章を書かせなさい、言わせなさいなんていう人も中にはいるんですけれども、僕はそれは明確に反論したいと思います。そういうことをできない子どもたちだったんですよね。大人に対して非常に不信感を持っていて、もう本音を言わない大人っていうのはもうダメな存在だよね、大人っていうのは信じられない存在、教師なんて全員信じられない存在だなんだよねっていうような子どもたちになってしまったんですよね。でもそこから
1年間かけて緊張をほぐしていって、担任の先生にも大人にも本音を言っていいんだよ、嬉しかったら嬉しい、やりたかったらやりたい、嫌だったらちょっとそれは嫌だな、いろんな本音を言っていいんだよ、それを受け止めてみんなで一個一個前進していこうよっていうような学級を1年間頑張って頑張って、本当にもう固まってしまった心をほぐして、だからポジティブな文章もありました、でもネガティブな文章もありました、僕はでもそれで良かったと思います。本音を伝えることができた、それが彼らがあの時から止まっていた時計の針を動かしていくには、いくのには僕は一番必要だったんじゃないのかなっていうふうに思います。なのでネガティブな文章を読んでですね、それに対してなんていう悪い子どもたちな、なんていうようなコメントがないことを祈っていますし、そういうふうには思っていただきたくないなっていうふうに思いますね。彼らが、僕を信頼して本音を書いてくれた文章になるわけですね、まあ、それを紹介させていただきました。で、最後なんですけれども、今保護者からの目線と子どもの声っていうものを紹介しました。最後に実際僕自身が見ていた、まあ、同じ学校現場で働いていたので、どうしてじゃあ崩壊という道を歩んでしまったのかなっていう最後僕のフィルターを通したお話をして終わりたいと思います、まあ、実際その先生が学級経営を見てしている姿を僕は見たわけでもありませんけれども、なんとなく、まあ、一緒に働いていると分かったりしますよね。この先生ってこういう特徴、こういういいとこあるよな、こういうちょっと改善ポイントがあるよなって、みんなそうじゃないですか。誰にもね、いいところ悪いところあります。僕が見ていたその先生っていうのはですね、非常にまずコミュニケーション能力が高いんですよ。で、いろんな同僚の先生とみんなと仲良くすることができて、なんかアクティブな先生も、休日になったらいろんなところに出かけて、いろんな、もう本当になんかもう学校を明るくしてくれるようなアクティブな先生なんですよね。ところが一個ちょっと苦手なことがあって、荷物整理が苦手だったんですよね。いつも机の上がぐちゃ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 している感じでした。なので事務仕事がどんどん終わっていかないんですよね。事務仕事、あのプリンターどこにあったっけっていうのはいつもこう探しているような感じ、ちょっとだから段取りが良くなかったっていうふうに言ってもいいかもしれません。で、それと学級崩壊と何が関係があるのかな、これ関係あるんですよね。実は事務仕事の段取りが悪くなると、ある仕事の時間が圧迫されるんです。それが授業準備ですね。授業準備の時間が圧迫されていってしまうので、結果的に翌日教壇に立った時の授業が面白くなくなったり、あるいは行き当たりばったり、やっぱりこっちしようか、あ、ごめんごめん、やっぱりこっちに変えようかっていうような行き当たりばったりの授業になりがちなんですね。すると子どもたちは退屈してあくびしたり混乱したり、あるいは反発をしてくるっていうことになるわけです。放課後仕事が回っていない先生って割と授業もうまく回っていないことが結構あったりするんですよね。僕から見ていて、職員室でのその鈴木先生の姿を見ていて、非常に明るくてとても素敵な先生だったんだけれども、ちょっとその事務仕事を回すっていうところでアップアップしちゃってて、授業準備だからなかなかこうしっかりしているっていう姿を見た記憶はあんまりなかった気がしたので、ちょっとその辺でね、うまく仕事が回ってなかったんじゃないのかなっていうふうには思いますね。まあ、こうして学級崩壊をいろんな角度から見ていくと、やっぱり大事なのは、もうどこまで行っても子どもたちの納得感、よし、これで頑張ろう、これなら頑張れる、これなら予定変更してもしょうがないよね、何をするにしても子どもたちの納得感があれば、学習活動、学級の活動っていうものは着実に進んでいけるんじゃないのかなっていうふうに思います。これが崩れてしまうのが結構2学期多かったりするんですよね。学校行事があります、授業がたくさんあって、先生たちも苦しい、メンタル的に苦しくなってきてしまいます。この時につい強引に引っ張って子どもたちの納得感を置き去りにしたまま進めていってしまうということがあったりするんですね。忙しい時ほど、苦しい時ほど、丁寧に着実にやっていくようにしていきましょう。今日の動画が役に立ったよっていうふうに思っていただけたら、よければいいね、コメント、あるいは、まあ、大事な先生にシェアしていただけるとすごく嬉しいです。よろしくお願いします。余談にはなりますけれども、実は退職されてしまった、まあ、仮名鈴木先生ですけれどもね、風の噂で今どこか違う学校で非常勤講師として専科の先生としてまた現場に今戻り始めてるっていう話を聞きました。やっぱりそう、苦しい思いはしたけれども、やっぱり現場に戻りたいんだなっていう気持ちがあって、嬉しい気持ちもあり、ちょっと心配な気持ちもあり、いろんな思いがありますけれどもね、まあでも嬉しいかな、
応援しております。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんの学級経営心から応援しております。また明日次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。